2013年11月8日、フィリピン中部及び東部の島々を猛烈な台風が襲い、フィリピンの7人に1人にあたるおよそ1400万人が被災するなど、甚大な被害が発生しました。国連 WFP はすぐさま緊急支援を開始し、米や栄養強化ビスケットなどの食料を届け、物流網や通信網の整備にも取り組みました。その後も急ピッチで活動を拡大し、250万人を対象に食料支援、母子への栄養強化支援、復興に向けた支援などを行い、2014年7月末に活動を終えました。2014年4月下旬、国連 WFP 協会親善大使の竹下恵子さんが被災地を訪問しました。最初に訪れたのはサマール島東部のヘルナニにある米の配給所です。国連 WFP による米の配給は1月もしくは2月で終了している場所がほとんどでしたが、この地域はもともとフィリピンの中でも都市部から離れている貧しい地域で、4月に入ってからも支援を必要としている被災者がいたため、米の配給を継続していました。米を受け取るためにまずは受付で名簿との照合が行われ、人数分の引き換え券が渡されます。被災者は1人当たり5キログラムの米を1月に2回受給しており、視察の際の配給が最後の回ということでした。今回 WFP は世帯数ではなくて1人当たり5キロの配給ということを決めて実施されたということで、家庭ごとに均等に人数分のお米が配給されるというのはとても今回良かった点だというふうに思います。小さな規模で漁業と農業を行っているという方が多いと伺っていたので、漁にも出られない、畑も今はまだできないというところで、お米の配給は大変ありがたいという声を多く聞きました。はい、It's for you. Hi, welcome.米を受け取りに来ていた二児の母、リサ・コンサルタドさん。パムカブハヤナミナシーラ、ニョン、シェルワレナタラガナムヤピナポンキータアンドウディンクワッタ。ナカカキタラカミンクワッタヤナヒッマガ、トラバホアンヒンナカカカカカミ。オーシェルコンカロエナムヒバリッナムバシーマカ、バリカンアムパンギナボヘケマ。Gusto namon magka-eskwilet amon mga anak na duhana kay magka-college na. Pero pag ano na lang namon pag idyo na lang ba pag ano para si magka-Asia. 竹下さんは次に国連 WFP の支援の一つであるキャッシュフォーワークに向けた女性グループのミーティングに参加しました。キャッシュフォーワークとは、労働に参加した人に食料を買うための現金を配給することで、被災者の生活や地域の復興を支援するものです。この度の支援では1日あたり245ペソ、日本円で約550円が支給されていました。女性たちは国連 WFP との協議の結果、野菜農園の規模を大きくすることになっているとのことで、農園ではかぼちゃやインゲン、きゅうり、にがうりなどが育てられていました。被災後の困難な状況の中でも、女性たちは自発的に集まり、復興に向けて積極的に活動しています。そんな女性たちを国連 WFP は後押ししています。翌日はレイテ島タナ湾にある母子栄養支援の現場を訪れました。最初に訪れたのは、ふりかけのように食事にかけることでビタミンや鉄分などが摂取できる栄養強化パウダーの配給所。現地では生後6ヶ月から5歳未満の乳幼児およそ300人とその母親たちが集まっており、
国連 WFP と連携して活動する NGO 職員による栄養指導や衛生指導、実演によるパウダーの使い方の説明も行われていました。説明を聞き終えた母親たちは1ヶ月分計15袋のパウダーを受け取ります。続いて訪れたのはタナワンより南下して15分ほどのトロサにある栄養支援の現場です。ここでは栄養不良に陥っている6ヶ月から5歳未満の乳幼児約15人と母親が集まっていました。ここでも栄養・衛生指導や検診が行われていました。そして最後にプランピーサップというピーナッツペースト状の栄養強化食品が配られます。プランピーサップは袋の端を切って直接食べることができます。慢性的な栄養不良っていうのが、とても問題になると思うので、子どもたちに少しでもその、衛生環境も整えて、それから十分な栄養を取ってもらうっていうことが、次のこの国を背負っていく子どもたちの、未来につながっているわけですから、とても大事な支援だというふうに思います。被災地では比較的復興が進んでいた場所もありました。しかし被害が大きかった海岸沿いや遠隔地ではテント暮らしの人々、ビニールシートや板切れで作った住まいで生活する人たちが大勢いました。サマール島などで重要な収入源であったココナッツの木も実のなる先端から上部がほとんどなぎ倒されていました。本来は海岸から40メートルは居住禁止区域ですが、高潮で多くの被害が出た直後にもかかわらず、行き場のない貧しい人たちが多く居住していました。海辺の集落のその壊滅的な被害の様子がすごく間近に今回見ることができて、高潮の脅威をまた改めて感じましたけれど、それと同時にもともとその土地に住んでいた方々が瓦礫を再利用して家を建てているとか、その自然の脅威というのはおそらく今後もやってくるだろうと思いますけれども、そういったことに、決して打ちのめされないでまた立ち上がる力というんですかね、そういうこう皆さんのたくましさも同時に感じました。 WFP に寄せられた支援の国別でいうと、まあ、1番がアメリカ、3番が日本、じゃあ2番目はどこかというと日本の WFP であるとか、そういう個人の方からの支援がトータルして2番目になった、まあ、それは被害の大きさと、まあ、比例する部分でもあると思うんですね。で、まあ、緊急支援ということに関すると日本では割合義援金という形で皆さんが善意を寄せてくださることは多いんですけれども、でもまだまだ私が見る限りでも十分な支援が行き届いていないというのが現状です。この途上の国の人々が、経済的にも誇りを持って、自立していけるような未来のために、それからここでこれから生まれて大きくなっていく、これからの国を背負う子どもたちのために引き続きご理解とご支援をお願いしたいと思います。日本で暮らす私たちは比較的いつでも食べ物を手に入れることができます。しかし世界では8人に1人もの人々が飢餓で苦しんでいます。どこに生まれようと、どこで育とうと、私たち一人一人がかけがえのない存在です。生きるための食料は皆が平等に手に入れられなければなりません。飢餓は私たちの努力で撲滅できます。引き続き皆様のご協力をお願いいたします。